チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、信頼できない国は日本だって、お褒めをいただき、ありがとう。ソギョンドク教授、久々の登場、についてです。ドルウォン相場は、なんとか官銀さんが実弾で1185ウォンまで、持っていきましたね。少し残念なマリナです。本日は、おめでたいニュースです。何がおめでたいかというと、アンケート調査で、韓国が信頼できない国は、中国と日本なんだってさ。そりゃあそうだよね。韓国に信頼されるような国になったら、終わりだもんね。ああ、よかったよかった、めでたいな。そんなニュースです。タイトルは、韓国人が信頼する国、トップはアメリカ、ワースト1位、2位は中国と日本。ソウル聯合ニュースから。ソウル大アジア研究所が12日に、公表した韓国人のアジア認識に関する、アンケート結果の分析報告書によると、韓国人が最も信頼する国はアメリカで、最も信頼していない国は中国と日本だった。研究所は昨年12月、世論調査会社の韓国リサーチに依頼し、成人1031人を対象に、アメリカ、中国、日本、フランス、オーストラリア、ドイツ、タイ、ベトナムなど主要20カ国、地域に対する好感度などを調査した。信頼できる国を複数回答で尋ねたところ、アメリカが 71.6% で最も高かった一方で、日本は 13.3%、中国は 6.8% で、調査対象20カ国、地域のうち19位、20位を記録した。日本は歴史問題について、心からの反省をしていないことが、中国はアメリカの最新鋭地上配備型迎撃システム、高高度防衛ミサイル、SARD、の韓国配備に対する、報復措置としての韓流コンテンツ規制を、今なお解除していないこと、などが反感を買っていると分析される。韓国が最も協力すべき国を問う調査でも、アメリカとの回答が 69.2% に上った。中国は 6.9%、北朝鮮は 6.5% で最下位レベルとなり、日本は 1.1% と北朝鮮も下回った。また、主要20カ国、地域に対する好感度を0から100度の、感情温度、で、評価してもらったところ、アメリカが 65.9 度で最も高く、スウェーデン、59.5 度、ドイツ、58.1 度、フランス、57.3 度、など、欧州の国やオーストラリア、59.2 度、が上位を占めた。アジア諸国のうちではシンガポール、54.1 度、が最も高く、続いて台湾、51.3 度、モンゴル、50.1 度、ウズベキスタン、48.6 度、タイ、48.3 度、フィリピン、47.9 度、ベトナム、46.6 度、の順。韓国の周辺国の中国、35.8 度は18位、北朝鮮、33.8 度は19位、日本、33.6 度は、20位と最下位レベルだった。アフリカの南アフリカ、45.0 度や、ガーナ、42.2 度よりも低かった。いい感じです。そうでなくっちゃね。でもアンケート調査するの、あちらの国は本当に好きですよね。他に楽しみがないのかな。これも韓流ですか。気になったのは、感情温度って何ですか。どうやって測るのでしょうか。それと調査対象の数が1000人って、あまりにも少なすぎるんですよね。いつも。せめて調査をするのなら、10万人くらいにしてくださいな。残念なのは、20カ国中、韓国人が最も信頼しない国のランキングで、日本は19位だったそうです。腑に落ちない、順位ですよね。どうして20位ではないのでしょうか。こんなことで、誰かまた細工でもしたのでしょうか。迷惑です。そんな中途半端な順位に、するのだけはやめてくださいな。最下位にしてください。なんか気持ち悪いのです。
お願いします。そして、ワースト1位にランキングにした中国については、なんと韓国の反日大好き教授が、日本ではなく中国に噛みついていました。どうしたんでしょうか。久しぶりのソギョンドク教授、登場です。ワウコリアから、タイトルが、韓国人は他国の発明品を盗まない、韓国教授、中国媒体の、キムチは単なるおかず、報道に苦言。中国官営媒体、環球時報が、キムチ、について、単なるおかずと述べ、韓国内で波紋が広がっている。環球時報は去る9日、中国社会科学院主席研究員の発言を引用し、中国人の目には、単なるおかずのキムチが、韓国人の目にだけ、世界で最も重要な発明品、と伝えた。これに、韓国ソンシン女子大学のソギョンドク教授は12日、SNS で、それならなぜ、中国は、単なるおかずを奪おうとするのか、と発言。少なくとも韓国人は他国の重要な発明品を盗もうとしない。この点がまさに韓国人と中国人の最も大きな差と批判した。出てきました。放射線上のものは、すべて旭日旗に見えてしまう特異体質のソギョンドク教授の登場です。ププ。ソギョンドク教授、残念ですが、キムチは単なるおかずですよ。発明品ではありません。そして、盗んでもいません。何を盗んだのでしょうか。被害妄想です。また、どんなギャグを言うのか見てみましょう。はい、どうぞ。また、環球時報の報道は、最近韓国で報じられた。昨年、韓国産キムチの輸出が歴代最高実績を記録した。という内容に関連していると説いた。韓国メディアは、新型コロナウイルスのパンデミックにより、韓国産キムチの需要が増加、中国産キムチの衛生問題が合わさった結果、と分析した。衛生問題、とは、昨年3月に物議となった中国の男性が裸で、水槽に入り、白菜をつける映像などのことを指している。あ、あれ、裸キムチのことですね。あの裸キムチのおかげで、韓国産の輸出が伸びたのですか。それはそれは良かったのですが、あれ、でも不思議ですよね。あの裸キムチは、全部、韓国に向けてすべて輸出したそうですよ。裸キムチは、韓国の食卓で消費されたのではないですか。残念な韓国。韓国産キムチは中国へ輸出され、中国の裸キムチは、韓国の食卓へ輸出される。さすが、中国。やることなすことえげつないですね。これが宗主国というものです。韓国から信頼されない国、中国の1位の座は揺るがないのでしょうか。そんな中国には逆らえない弱さが垣間見れますね。それは妬み、そねみ、恨みでしょうか。ところで、久しぶりの登場、ソギョンドク教授の発言というか、名言、エッジが効いてますよね。韓国人は他国の重要な発明品を盗みはしない。ですよ。ぷぷ。笑わせないでください。ここ、笑わせるところですよね。世界中で盗みまくりなんですけど。さてコメントで、韓国が世界の重要なものを盗んだものをお答えください。ヒントというか、概要欄に動画を上げていますので、見てお答えくださいね。ドルウォン相場は、注視していますので、1200ウォン以上になりましたら、ドルウォン祭りを開催します。もう少し盛り上がりたかったマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。